芸歴30年最もハードだったロケが沖縄の玉泉洞っていう狭い鍾乳洞を抜けてって一番奥に湧き水が出るからその湧き水を汲みに行くってロケがあってこれ往復マジ8時間9時間こんな狭いの、あともう水がこうギリギリでもひょっとこつでこうやって渡らないといけないところを、あの時って沖縄の技術さんを雇うじゃないですか、めっちゃ太った人来て通れないし全然体力ないわけでも帰りバテちゃって俺が全部テープとか持って小島も持って最終的にはカメラ俺持って小島がすり抜けるの俺が撮ったりしてる本当にそれはね、思い出深いね。でも最後終わってみんなで居酒屋行った時の酒はうまかったよ本当に